プタイルです。どうも、ほぼ週刊レプタイルです。今日は今池3スターに来ております。大変なことが起こりそうになっております。今日対バンのレーベルメイトのラムドリズムの大樹君がクラウドファンディングに申し込みそう申し込みそうじゃあ何のプライベートかな。申し込みそうなので、これはカメラを回せばいけるんじゃないかと。やっぱファンとしては形に残りたいんですよ。ということで、チェキのプランで本当にチェキのプランを、申し込みしまーす。申し込みしまーす。チェキでいくら？チェキは1万5000円やる側だけやる側だけやってる人いいんだから。もったい2人ぐらいいるからね。もうすでに2人ぐらいいるから確かに、ね、だからもう僕とその2人の人の世界の3つだよ。はい、申し込みしました。ありがとうございます。え、本当に？やばい、とんでもねえ。対バンのチェキ。ありがとうございます。こちらからは以上です。ちょっとこだれとる感じ。やばいわ。何が欲しいって、チェキも欲しいんだけど、お礼のメッセージをとかここで言ってほしい。カメラ欲しい、欲しい。ユーピー欲しい。直接なんか言われると恥ずかしいな。大樹くんがチェキプラン申し込んでくれたんですよ。ガチで申し込んでくれた。誰選ぶ？誰選べれる？20枚だから全員でもいいし、1人にで20枚でもいいし。19日。ショウマと俺。めっちゃショウマのファンじゃん。V ごとに撮ってってもらう。エグゾディアン。エグゾディアン、やばい。19枚エグゾディアン。で、1枚全員で撮るやつ。で、19枚 V に分けた。エグゾディアン。いい感じにこう配置できるように台紙も作ろうと。本当にありがとうございます。応援してます。めっちゃファンの人。めっちゃファンの人。頑張ってください。応援します。というわけで、レプタイルクラウドファンディング、また一歩次のステップに近づいたわけですけど、次の目標 150% まで達成したら、PV を作って、そのPV に、今回クラウドファンディング参加してくれた方全員のお名前をクレジット載せるという、次の目標 150% まで達成した。そう、PV に名前が。あったー。あ、てか、CD にも入るからもう。あ、やったしてくれても載せるのに。やだって、ちょっと別番組。そういうのが僕それやだ。まあそんなわけで、ダムドリズムの大樹くんもお名前が一緒に載りますけど、次の目標 150% まで、もうちょっと多分いけそうな感じはしてるんで、もうちょっと頑張りたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さようなら。さようなら。